28被害幕の樋口久子三菱電機レディスに人気者の渋野ひな子が出場する昨年の大会は最終日に渋野とてソンムが7アンダー首位タイから発し,し最終18番で渋野がバーディーを奪って首位のペに追いつきプレーを増えその1ホール目に渋野はピンまで221ヤードの第2だスプーンで3メートルにつけ 劇的なイーグルで逆転優勝。テレビは地上波での録画中継のみだったが、12.4%の視聴率、ビデオリサーチ調べ、関東地区、派昨年の最高を記録。人気の高さを改めて証明した。今年もテレビの地上波は録画中継になるが、ネット配信は9時15分から表彰式までカバーする。チケットの当日売りはなく、 大会公式ウェブサイトで販売している。大会の特別協賛企業である三菱電機は、この数年で不正が相次ぎ発覚。不祥事のデパートとさえ言われている。国内大会は、今年の5月以来となる渋野が、あわよくレ連覇でもしてくれたら、大会は大いに盛り上がる。それで、名誉挽回とはいかないまでも、この記事について、ネット上では、様々な声が上がっています。 生放送の日本シリーズゴールデンタイム視聴率が第,13第1 0 1 3第2 0 0は91%結果が分かっている支部の選手優勝の録画の視聴率が12.4%かっこ笑いこういう数字が出ている以上放映権が JL パーフェクトグレード A に移ってもテレビ局は喉から手が出るほど欲しいコンテンツ 今年は JL パーフェクトグレード A はテレビ局に放送料を要求せず無料。来年以降 JL パーフェクトグレード A には知恵を絞ってテレビ局に放送料の交渉をしてほしい。JL パーフェクトグレード A の悲惨な収入、主収入は女子プロの年会費とわずかなトーナメント公認料を改善し、 目的としているジュニアゴルファーの育成、女子プロの待遇改善、ファンサービスの向上に努めてもらいたい。去年は最終18番ホールでトップのペ、ソン選手と2打差あって、シブコサンバーディ、ペ、ソン選手の自滅のボギーで並んで、プレイオフ同じ18番ロングホールシブコさんの2打目3ワットが、 奇跡の日本で 3M についたイーグルパットを決めての大阪店優勝。だから、渋子さん優勝が分かっていてのテレビ録画の高視聴率でした。今年もドラマチックな展開に期待したい。人気は抜群だな。どこに行っても相変わらずファンがたくさんいるな。特に日本では渋の選手のゴルフを観戦するために遠くから ゴルフ場に足を運んでくれることは素晴らしい。スポンサーとファンにとって優勝することが何より嬉しいはず。頑張れ支部の選手、三菱電機の不祥事の話は余計ですが、すごい視聴率だったのですね。渋子人気も少しは落ち着いたのでしょうが、優勝争いをすればまた視聴率も伸びるのでしょうね。昨年は現地で感染しましたが、 プレイオフ後の表彰式終了まで、ギャラリーがほとんど帰らず、満員のまま、支部の選手を称えていました。プレイオフが決まった時のどよめきと、プレイオフにダメの日本の時の観客の大歓声、今も思い出すと鳥肌が立ちます。息の良い若手が活躍していますが、やはり支部のサンが優勝争いするのが一番盛りありますね。楽しみにしています。 今回から上り坂になってほしい。いつも期待通りじゃないので、どうなるかさっぱりわからないけど、自分を貫き頑張ってください。期待通りにしてほしいのは笑顔やらした。今回はどんなミラクルくるくるかな。渋野ひなこプロ出場するなら10、10%超える高視聴率ある。渋野ひなこプロ出場なしで10、10%割れる。 どこかわかりますかはい。人気者屈指です。渋野日向子選手のゴルフは面白いので楽しみ成績は、山下美優選手も川崎春花選手も安定性ある。応援します。本人は休息と、観光、友人と、男も含めて見合いに来てるだけでしょうね。まあ、それでも視聴率と上がるんならいいのではないですか。 渋野ひな子選手が28日から30日に埼玉で開催される樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメントに出場します。渋野選手にとっては5ヶ月ぶりの国内ツアー。昨年大会では優勝を果たし、今大会は連覇がかかっていますが、すごく嫌でも気になってしまうんですけど、そこは特に気にせず、本当に。 5ヶ月ぶりの日本の試合をしっかり楽しんで、自分のできるプレーやりたいプレーを3日間できるように頑張りたいと心境を明かしました。シーズンも終盤へと近づき、今シーズンの自己評価を問われると、55点から65点くらいですかねと、厳しい評価をした支部の選手、本当に成長できたと思えないような1年ではあったなという風うにも思うので、 その中でもシードを取れたということをプラスに考えたい。あとメジャーでトップ5に入れたっていうのもプラスに考えて、その分のプラス5点から15点くらいと、点数の内訳を説明しました。また、部の選手は前日に焼肉を食べたと話し、大量にいただきました。牛タン、ミノ、白千枚、あとなんだって、冷麺も食べましたが、 ハラにもいただきましたと笑顔で話しました。この記事についてネット上では様々な声が上がっています。やりたいように、やれば良い。3日間プレイできるといいね。自分のやりたいプレイを3日間できるように頑張りたい。ひなこその通りだ。私と一緒に、自分のやりたいプレイを、激しく気持ちよく3日間やりまくっておくれ。 久しぶりの帰国で燃えるだろうしね、ね。支部の親衛隊ぶって支部のを絶賛して良い気になってる連中は、必死にひなこに絡もうとするが、こんな連中はひなこの眼中にはないでしょう。この連中は、そこに早く気づいて、鈴木愛ちゃんを応援することから人生をやり直してください。JL パーフェクトグレード A ツアー2022シーズン第34戦。 樋口久子三菱電機レディスが28日から埼玉県飯能市の武蔵川岡ゴルフコースで開催される。賞金総額8000万円。優勝賞金1440万円。昨年覇者として渋野ひな子が今季国内ツアー2試合目の出場を果たす。昨年は窮地から這い上がり。まさに渋野のらしさが詰まった大会になった。最終ラウンドでは ニ打ビハインドで迎えた世紀の最終18番でバーディを奪い、首位に立て、ソンウがまさかのボギーを叩いた。土壇場でダ打追いつき、18番でのプレイオフに突入。その一ホール目にスーパーショットで日本から劇的なイーグルを奪い、ペを下したディフェンディングチャンピオンとして迎える大会の初日は、 賞金ポイントランキングでトップを走る山下美優。先週の NOB 歌グループマスターズがベージュコレクションレディースで、今季に勝目を挙げたルーキーの川崎春花との最注目組になった。前回出場した5月の国内ツアー、ブリジストンレディスオープンでは予選を長期しただけに、日本のファンの前で再び勇姿を見せたいところだ。 米女子ツアーを主戦場にする畑岡奈も同じく出場。日本での試合は、サッカーの東京五輪。